本日はお忙しい中スーパーガレージにお集まりいただきありがとうございます。さて皆様、子供の頃目覚まし時計やおもちゃをバラバラにして叱られたことはなかったでしょうか。でもバラバラに分解するってなんか気持ちいいんですよね。しかもそれが憧れのものだったりすればなおさら。では早速ご紹介いたしましょう。本日バラバラに分解するものは1960年代日本のメーカーが世界を震撼させた伝説のオートバイ RC166 です。世界選手権10戦10勝という強者、日本が生み出した世界の一品、欧米ではまるで精密時計のようだと絶賛された工業製品の宝石、オートバイの世界遺産とも言うべきマシンです。それをこの場で皆様の目の前で分解し、その強さの秘密を白日のもとにさらそうという言語道断前人未到の試みであります。次々と現れいでます精緻な部品の美しさをとくとご覧あれ。それではお待たせいたしました。 Ladies and gentlemen, It's a showtime! この貴重な場に立ち会われる方は8人、皆 RC166 の熱烈なファン。自分のバイクをバラしたこともある俳優の筒井道隆さん、昭和の一流品が大好き落語家の春風亭昇太さん、レプリカ作りの達人村山照久さん、オートバイ漫画を雑誌に連載されている漫画家の江野明さん、一年の大半をオートバイで旅をするエッセイストの国井律子さん、元全日本グランプリライダーの宮城光さん、音響工学博士でメカ好きの持丸明さん、オートバイ雑誌の編集長でこの番組の知恵袋佐藤康夫さん、そして私の代わりに実況を担当してもらうのがメカ音痴の阿部美智子アナです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう本当になんか見てるだけで惚れ惚れします。なんかね、綺麗ですよね。意外と小ぶりでびっくりしたんですけれども、なんかちょっと華奢な感じですよね。すごい美しい機械です。あの RC166 を分解するというのは一体何が見えてくるものなんですか。何が見えてくるかっていうと、抽象的に言うと世界の高みを目指した男たちの情熱が見えるっていうことになるんですけど、それちょっと分かりにくいですよね。これあの 250cc の6気筒なんですけれども、でこの 250cc で6気筒ということ自体このオートバイだけしかなくて、なおかつそれがきちっとメカニズムとして動いて世界チャンピオンを2年連続で取ったっていうことですよね。ですからそれを支えるメカニズムがこれからばらしていくと順次見えてくると。で突き詰めて作ったものっていうのは、その一つ一つの部品っていうのがね、その最終的に芸術品になっちゃう、それほど美しいっていうのをみんなに見てほしいと思いますね。ここで皆さんにこの名車が誕生するまでの軌跡を簡単に説明しておきましょう。オートバイレースが1900年代初頭に始まって以来、世界グランプリを常に制してきたのはヨーロッパ車であった。そこへ日本のメーカーが世界最古のオートバイレースマントー TT 参戦を宣言。1959年日本の挑戦は始まった。6年後ヨーロッパ勢や日本メーカーを巻き込んだ熾烈な戦いに決着をつけようと開発されたのが4サイクル6気筒のエンジンを持つ RC166。1気筒あたり 41cc という前代未聞の6気筒のエンジンでは、6個のピストンが1分間に1万9000回転することによって爆発的な力が生まれる。しかしその開発は技術の限界に挑戦せざるを得ず、決してたやすいことではなかった。一つ一つの部品に対する限界までの小型化、軽量化を解決させて完成した RC166 は、
まるで時計のような精密さとイギリスで絶賛された。そして今、1967年にマントーをトップで駆け抜けたゼッケン7番の優勝者は、当時のままの走りを維持しながら大切に保存されている。それではいよいよマエストロの登場です。名車と呼ばれる歴史的なオートバイの胴体保存を手掛けていらっしゃる菅原正明さんです。これまで RC166 の整備は優秀なメカニックに委ねられてきました。菅原さんは現在 RC166 に触れることを許されたただ一人のメカニックなのです。どうぞ皆さん拍手でお迎えください。それでは菅原さん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。 RC166 分解スタートです。さあ、いよいよ始まりました。何から取り掛かるんでしょうか。まずはあの赤い大きな工具箱の中から工具を取り出します。48cc だから原動機自転車より素人目から見ても綺麗なバイク、どこから取り外しが始まるんでしょうか。最初、風よけ、風よけのネジから外していきます。あれはフェアリングとかカウリングとかいうもんですね。スピードが出てくるとその空気抵抗が非常にあのスピードを出すのを阻害するんで、空気抵抗を少なくして、速度を上げようというためについてるもんですね。普通のものよりも大きいんですか。いやいや、これはあのレース用ですから、あの人一人の幅ギリギリに作ってありますから非常に小さいもんですね、全部で10個ほどでしょうかね。ネジがあります。一つずつ外れていきます。一つ外れました。まず最初に一番下側にあった銀色のプレートが外れました。7番ゼッケンが打たれました。フェアリングから外しています。これあれですかね、今作ろうとするとどのぐらいかかるものなんですか。それは村山さんがよく知ってる。作っちゃった人だから。そうですね、レプリカっていうことであれば、まあ、あの比較で言えばイタリアの赤いあの高額なスポーツカー2台分ぐらいじゃないかと思うんです。すごい、はい、これはあのその作ったレプリカを、走らせた時のワンショットなんですが、また嬉しそうですね。7年もかけて完成したが人仕様ですね。でこれはそのシリンダーヘッドの裏側ですね。奥にある方はオリジナルのコピーした元のやつなんですが、もうあくまでもあのオリジナルをばらしたものを参考 に、 参考にして図面を取って、うん、なんで RC166、 もう究極のバイクっていうと、もうやはりこのバイクが最高峰なんじゃないかな、うん、60年代のバイクでは、うん、もう限界まであの贅肉をこう削ぎ落としているものなんですね。全く無駄がないって言っていいほどの、うん、皆さん今ですね、ちょうどこちら側なんですけども今正面のネジを外します。昔のオートバイだから、あの今のものよりも外すのにものすごく手間がかかりますね。今のレーシングマシンはこうカウル外すのはほんの数分という仕事で済むんですけれども、7番のところの黒いネジが外れました。ミルクーラーは外れましたよ。外れてるんです。さあ、そっくりそのまま取れました。中が見えました。大きな部品がそのまま取れました。そして精密機械ですね。本体の方は中が見えましたね。この出てきたのがエンジンですか？そうです。このオートバイが初めて出てきた時にですね、あのカバーをかけてマフラーを1本外した状態で4気筒に見せかけて登場させたっていう話を聞いたことがあるんですけれども。そうです、はい、実際カバー今お持ちしたんで再現してみましょうか。はい、お願いします。はい、前レース前にこれをかけておくんですか。そうです。
まあ、先ほど言われたお話はですね、マフラーが6本見えないように、まあ、左右2本ずつ 4本にして、まあ、4気筒に見せかけたというようなお話ですね。こういう状態でわざと2本見せておいたんですね。なんか逆に怪しまれそうですけどね。今の状態であのエンジンをかけていただくことは可能なんでしょうかね。でかけるんですか。もうぜひ、いや皆さんも、ね、あの私も音が素晴らしいと伺ってるもんで、じゃあほんの数秒でしたらなんとかかけましょうか。拍手。エネルギーがすごい上にあの、うん、なんていうんですか、エンジンのノイズがあの爆発音だけで、うん、すっごい純粋な、うん、綺麗な音ですね。音も聞こえてきますけども、こう空気がね動く感じが、うん、こう体で感じれるっていうのはね、うん、やっぱりこうレース場ではこうやっぱこれが一番いいんじゃないかなと思いますよね、すいません、今何回転ぐらい回されたんでしょうか。まあ、1万6000ぐらい、1万6000ぐらい。あ、そんなに回ったんですか。手に汗かいちゃった。頭がじんとしてます。皆さん乗ってるとどんな音に聞こえるんですか、これ。あの、まあ、今の音の感じがしますけども、僕は実際テストするときにはそのキャブレーターの吸気音だとか、うん、まあ、メコノイズとかそういった方にもちょっと神経、うん、まあ、使いますからね、まあ、エンジンのこのエキゾーストの音だけではないんですよね、うん、でも概ねこういった音ですね、うん、で今あの菅原さん1万6000回転と言われましたけども、実際には僕ら走らせてるときは1万8000とか1万9000まで回すんですね、うん、ですからさらに高周波の高い音の領域に入りますね、うん。あのこのエンジンの音っていうのは、あの今は事実上その騒音規制なしに近い状態でレースを行われてますけど、一時期その騒音規制が非常に厳しくなってレーサーでも音を静かにしてる時代がありましたよね、はい、あの頃のレース見てると僕はどうしてもそのどんなに名勝負があっても今一つ興奮しきれないところがあって、それでこういう時代のこういうエンジンが全開で走ってると、そのオートバイとかエンジンに興味のない人、知らない人でも M を言われぬ感動を得るみたいでね、あの昔これがサーキット走ってるところにうちの編集部の若いお兄ちゃん連れてったら、で終わったらそいつがボロボロ泣いてるわけ、お前なんで泣いてんだよ、いやあの音聞くと涙が出ちゃうってね、あのそれは嘘じゃないんですよね、本当に音の魅力、いやそうです、ね、音が人間に与えるいろんなことってありますよね、でそれ理屈じゃない部分ってありますでしょ。全然違うでしょうね、うん、五感ですからね、あの大きい音ですけど好きな人間にはいい音ですよね、あのうるさい音じゃないんですよね。さあ続いては、あ赤いタンクが外れました、上部分の赤いタンクが外れました。今綺麗な真っ赤な色したタンクが先にこちらは、あ今取り外されました。色がなくなってしまう。この赤いタンクに入ってあるものからガソリンをこちらに移します。いやでも綺麗な赤ですね。どれぐらい入るんですか、満タンに。10リッターぐらいですかね、前後ですね。250cc だと思ってた。なかなかいいじゃん。見せてもらっていいですか。え見せてもらっていいですか、タンクを。はい、どうぞ。赤って感じです。さあタンクが運ばれました、どうぞ。失礼します。あ、軽い、軽いですか。軽いですか。これはアルミニウム製だと思います。アルミだと 2,3 キロぐらいしかないでしょう。これかわいい。これ顎乗せるんですか。そうです、それはあのライダーが伏せてあの直線走るときにぶつかるんですか。可能な限り体をこうやって小さくすると顎がそこに当たるんです。へ、
顎当て。だからそこのところだけちょっとへっこんでますよね。それでスポンジが入ってて。このバイクは謎だらけで、この小さなあの膨らみがあるんですね。わずかな膨らみがどこに、ここにあるある、ありますな。ここでこのキャップを開けてみると中にまたあの通路があって、これがあの何のためにこれが、このメーカーのやることには必ず意味がある。意味のないことっていうのはほとんどなくて、でもう分からなかったんで、この中にあのファイバースコープを入れてレン、あのビデオ撮影を全部しながら、それでもまだ解明ができてないところが、はい、でも一応想像するところに、はい、この満タンになった時を早く確かめるためじゃないかって、こう一応タンクのトップの部分を取ってるんで、なんかそうじゃないかな。蓋を開けてみると分かるんですけど、菅原さんに開けていただければ。菅原さん開けていいですか。タンクキャップちょっと開いて中見たいというあれがあるんで、はい、変哲もない突起に見えますけどね。そうですね。これあの貫通してるんですよ、こちら側に。なんでしょうかね、向こう側にこう穴も貫通してるんですよ。菅原さん、こっち側の突起が何だか分かんないってあのおっしゃるんですけど、ここにあるここ、ね、そうですね、突起なんですが、私もよく分かんないです。そうですか。分かんないから、村山さんはコピー作るとき全く同じに作って、全く同じに作るしかなかったんですけど。じゃあ続いて分解作業、また、はい、はい、戻ります。その文化がたくさんいてる。確かに謎がまだあるもんですね。楽しいです。今ちょうどマフラーが本体から外れようとしてますが、その銅色の針金をまず外しているので、なかなか作業が進まないようですね。菅原さんもマフラーを外す作業ですか。はい、阿部さん、阿部さん、はい、その針金っておっしゃってるのは、はい、ネジ締めてあるでしょ、うん、ネジ締めても振動で緩むかもしれないじゃないですか。でレース中に緩んで部品が脱落すると困るんで、ネジを締めた後にネジの頭をよく見ると分かるんですけど、あそこに穴が開いてるんですよ。そこにあのステンレスのワイヤーを通してネジが緩まないように縛ってあるんです。じゃあ、あの細かく寄ってある銅色のネジは全部そうなんですね。あ、一番上のマフラーが外れました。一番上についてあったものが今外れました。あのちょっとマフラー見せていただきたいんですけど、あの触ってもいいですか。はい、いいですよ。ちょっと触ってみます。どうぞどうぞ。これはいい、取らない。すごい軽い。軽い、軽い。どれ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 。みんな持ちたがる。すっごい軽い。一応回していきましょう。僕もちょっとあるかね。あー、ほんとだ。これどのくらい重さあるんですか。はい、実際にマフラー測ってみましょう。さあ、一つ乗せます。体重計に乗せました。ほとんど針動かないですね。ほとんど針動きません。しかも見たところ1キロないですね。500グラムは超えてますが、6つのマフラーは同じなんですか。全部あ形は違いますよ。長さは同じになってる、うん、多分長さは環状は同じだと思いますけれども、あの車体に搭載する都合上、外側のマフラーが上の方になってるのはオートバイが傾けた時に地面に触らないようにですから。あ、これ2つ一緒に取れました。2つは1つになってるんですね。そうですね。村山さん、あのぐらいの薄さで作ることの難しさってないんですか。ありますね。やはり熱をかけて伸ばしたりするとかなり硬い金属なんで割れてしまうっていう。じゃ砂をかけて、砂を詰めて、ゆっくりゆっくりこう曲げていかなきゃいけないんで、やっぱ薄くする、軽くすることの挑戦ってのはやっぱり、そうですね、もう至るところに軽いものが使ってありますよね。あ、2つ一緒に外れました。マフラーがこれで全部取れたことになります。オイルパンがあん中にエンジンオイルが入る。次はキャンディーの缶みたいなもののネジを外してるんですが、キャンディーの缶、なんか銀色のこうペッタンコのような筒みたいな丸い缶ですね。菅原さん、マグネットをいじってるんですか。そうです、はい、マグネットのカバーを、はい、そのマグネットは何かというと、これ見てれば分かるようにバッテリーを積んでないんです。ですからエンジンが回りますと、エンジンの力でマグネットを回して、でマグネットで発電してあるんです。外れました。蓋が外れて中が見えました。中もネジだらけでよく分かりませんが、キャブレターをばらしてそっち、
今度は菅原さん何ですか。今キャブレターを外したところです。先ほど申し上げましたようにこれ6気筒で、キャブレターも6個ついてます。1気筒のシリンダーにキャブレター1つというのが最も効率の良い、レーシングエンジンとですね。キャブレターが取れました、うん、皿持ってきて。キャブレターというものが取れました。でキャブレターは後ろにあのラッパみたいなのが ついてますよね。これエアファンデラー、そっち側ではないですね、反対側です、はい、こちら側から空気が入ってということは車体後方を向いています。でその今ちょうどオレンジ色の ES で、押さえているところが、ガソリンが入っているフロート室というところで、そこにの燃料を一度貯めて、空気がそちらの今光っているところから入っていくと、下からガソリンを吸い上げて適正なガソリンと空気の比率で混じり合わせてエンジンに、混合機を送り込むという仕事ですね。あ、今そのリンケージ見えてましたね。あの6個を1本のワイヤーで全部動かせるように非常に精密です。で、あの6つの中でちょうどスライドバルブが動いているのが見えると思うんですけれども、その6個が同時にきっちり動かないとまずいので、あ、そうですそうですそうです。この6個が全部一緒に1ミリなんてずれてたら問題外で 0.0 いくつっていう単位で調整しますから、このリンケージがものすごく精密に全部が微調整できるようなシステムが上の方にくっついてます。今あの佐藤さん言われた通りでね、あのこれを走らせるたんびに一番最初にあの非常に注意深く調整をしだすのがこのキャブレーターなんですね、はい、ですからもうその日のまあ空気のまあ気温であったり湿度であったり、それに対してその非常に敏感に反応するんですね。いやなんか触ってみたくなりますね。これ触っちゃダメですか。すみません、ちょっと勘弁してください。絶対悪いことしませんから。落としたりするともうタイミングが全部狂っちゃうんで、申し訳ないですけども。切ってあるんですか。あのさっき言ったようにこの同調を取るのものすごく大変なんですよ。特に6個っていうのが大変なんですよ。1個のキャブレターを調整するのは、それキャブレター調整そのものの難しさもありますけど、1個のかける6倍の仕事で済まないんですよ。1個のものが6個でそれを同時に動かせる、同時に動かす同じコンディションで、あるいは内側の2気筒と外側の4気筒は違う仕事をちょっとさせなければならなかったりするんですね。そういうものをやるのは、ね、1気筒かける6倍じゃないですよね。だから絶対触っちゃダメなんです。あすごいシビア。さあそれでは作業に移りましょう。銀の器が下に置かれましたよ。今度は菅原さん何ですか。オイルを抜くんですか。それオイル缶って言いますね。オイル缶、はい、オイルを抜くためのその中にエンジンオイルが入ってるんです。オイルがこの中に入ってるんです。そのオイルを抜いて。菅原さん何リッターですか。オイルは約2リッターですね。あ、はい。あ、で始めました。オイルがずっと下に落ちていきます。真っ黒なオイル。この調子で2リットル抜くんですか。抜ける分は1リッター強しか多分抜けないと思います。あとはいろんな中にエンジンの中にオイルが残っちゃうんですよ。匂いがなければ黒飴みたいですね。美味しそう。舐めてみます。美味しそうに見えるけど。オイルもうすぐ終わりですかね。菅原さんが右側に回りました。T 字型の工具を手に取りましたよ。続いて入れたのは黒いパイプとエンジン部分をつなげてあるところです。ついにエンジンが外れるんでしょうか。あ、大丈夫だ。 OK OK。 今 T 字型のもので硬いネジを外し始めました。それはあのフレームとエンジンを固定しているボルトを外していますね。一番手前側にあるのはボルトのカバーだけが外れてるようですが、まだ引っかかってますね。ボルトのカバーではなくナットと言います。外れました、はい、なんかあの板が出てきましたが、高さの変わる。これでエンジンを支えたようです。わかりました。左側のナットを奥に押し込んでます。いや、ボルトを押し込んでます。ナットはすでに外れています。今菅原さんが叩いてるとこが後ろの一番下、はい、でその10センチぐらい上にもう1本ありますよね。はい、今叩き始めます。はい、そこです。その2本で後ろは完了です。少ない
ですね、止める数は。そうですね、割とエンジンとフレームの固定っていうのはそんなに、ね、何十本で止まってるものではないですね。最低だと3箇所ぐらい。あ、エンジン押さえてね、エンジン押さえてるよ。さあ、そして下の板を今調整して上側の部分を外します。だんだんエンジンが下に下がってきてます。あ、少しずつ下がりました。今5センチ10センチ下がりました。グラグラっと今揺れてます。ずらして押して、緊張する。もがきさんが押し出しました。エンジンが今本体から外れました。よし、こっち来て。いいよ、持て一人。結構重そうですね。これはさあ外れました。わー、すごい。RC166 の心臓部、エンジンが今外されました。いやー、すごいすごいすごい。さて皆さん、ここで立ち会い人の持丸明さんに音の世界から RC166 の魅力を語ってもらいたいと思います。持丸博士、ブースの方にお願いします。私は専門は音響なんですけれども、小さい頃からメカ好き、乗り物好きでですね、今は、実は車の草レースもやるほど、大好きでして、そういったことと今回この RC166 音も大変魅力的であるという皆さんからの声でですね、これからいくつかのオートバイとこの RC166 の音を比べて皆さんに、ご体験いただきたいと思って今日は用意してまいりました。まずは実際サーキットでRC166 が走らせた時の音を、録音してありますのでお聞きいただきたいと思います。これが撮影の時の模様ですね。じゃあ、まずですね、録音した、波形がどういう波形になっているかっていうのを見ていただきたいと思います。これ横がですね時間です。で、縦が音の大きさを表す波形なんですけれども、見ていただければ分かる通り、皆さんの方から左から見て車が走、バイクが走ってきて、真ん中のこの大きくなっているところで前目の前を通過すると、そしてそれが通り過ぎていって1コーナーのところで、シフトダウン、エンジンブレーキをかけてシフトダウンするというところまで入っています。じゃあまずは音を聞いてみてください。先ほどスタジオで聞いたのはまた全然違った音をご体験いただいたと思います。で、これをですね、これは時間の横軸が時間と言いましたけれども、時間とともに音がどう大きさが変化することを表しています。じゃあこれが耳で聞いたときにどういう音に聞こえるかという分析をしたのが、するためにですね、次進めてくれますか。この目の前を通過する音が一番大きくなったところ、ここでどういう周波数成分といいまして、どういう低い音から高い音がどういうふうに分布しているかというものを分析すると、こちらのようになります。今度は横軸がですね周波数と言いまして、左が小さい音、低い音、右が高い音、高音ですね。まあ参考までに申し上げますと、一番左の 32Hz というのはこれはもう地響きのようなゴーッという音です。映画の地震の効果音に入っているような音です。それから私が今喋っている声は、250Hz から 1kHz ぐらいが中心です。で、これが RC166 が目の前を通過したあの1秒間ぐらいの間にどういう音の成分かというものを目で見て分かるようにした図です。それではですね、これからいろいろなバイクや車との音を比較したいと思いますが、まずはですね、この国産の6気筒 1000cc DOHC のオートバイの音の周波数特性をご覧ください。はい、先ほどの図とだいぶ違うのが分かると思いますけれども、じゃあこれがどういう音なのかというのを実際に耳で聞いてください。
これも市販車の中では非常にいい音なんですけれどもね、RC166 の得意さがよくわかると思います。では次にですね、アメリカ製の今度は V ツインですね。でしかも OHV という形式が全然違いますが、こちらの音、分析しますと低い音が大きいっていうのが、高いほど音が大きいですね。低い音が大きいっていうのはお分かりいただきますが、音も聞いてみてください。はい、全然異質な音だということはお分かりいただけると思います。次にですね、レーシングバイクの音、 RC166 と同年代に作られました、やはり 250cc のオートバイなんですが、こちらは4気筒です。 RC166 から6気筒ですが、こちら4気筒です。この4気筒のオートバイの音、波形で見るとどうなるかといいますと、またちょっと変わった、特性を持ってますけれども、音の方はいかがでしょうか。だいぶRC166 に比べてちょっとこうラフな感じがするかなというのが印象です。で今ご紹介したバイクの音と RC166 を重ねると、ご覧いただいているようになります。この図を見るポイントなんですけれども、エンベロープといいまして、この全体のこう形がありますね。出っ張り引っ込みは抜きにして全体の形、これが一つ重要です。それからもう一つ重要なのは、どこが非常に突出してどこがへっこんでるかと、この両方の組み合わせになりますから、どっかがちょっと似てるだけでは同じ音にならない。これが多分この RC166 の、違いを生んでいるところの、まあ、図的な説明になると思います。ではフォーミュラー1、究極の、車のレーサーですね。 RC166 が究極のバイクのレーサーであれば、車の方の究極のレーサーはフォーミュラー1です。こちらが、そのフォーミュラー1の、前を通過した時の、周波数測定なんですけれども、じゃあ音を、お聞きください。まあ、非常に速いんでほんの一瞬でしたけれども、それでは周波数測定を比べてみますと、フォーミュラー1のカーブと、RC16 のカーブ大変似てます。赤が RC166 でブルーが、フォーミュラー1ですが、ずらしてあります。わざとぴったりは重なります。重なっちゃうと見えないぐらい合うもん で違いはどこかといいますと、この出っ張り、だいたい全体の形が非常に似ていながら、出っ張りがですね、若干フォーミュラー1の方が低いところにずれてますね。これは多分エンジンの大きさが大きいんで、そういうところの共振周波数ですけれども、それが少し下がっているためで、非常に両方は似ているということで、もう一回じゃあここで RC166 の音を、お聞きください。まあ、今まで比較した中で車とバイクというふうに全然違う領域なんですが、むしろレーシングバイク同士よりもこれが一番近かったのではないかと、データ的にもやはりそれが検証できますし、音的にも皆さんご納得いただけたと思います。まあ、両方ともですね、究極のレーサーということで、中で使われている部品を徹底的に軽量化する、もしくは、一個一個の部品の重量のバランスを取るというところが非常に似ている。結局ですね、こういうものを音を作ろうとして作ってるわけではなくて、究極を極めるとこういう音になるんじゃないかと、まあ、音的にまとめてみるとこういうお話になります。いかがだったでしょうか。さあ、それでは分解再開してください、はい、今度はどこから始まるんでしょう。エンジン外したのにエンジンはまだほったらかしなんですね。フロントホイールを今外そうとしています。で今その作業の途中ですね。その間にちょっとフレーム見ていただきたいんですけど、車体前方、その下のパイプ、それ最初が太くなって、はい、後ろ行くと細くなってるでしょ。はい、なってます。でそれはそういうパイプって世の中に売ってないんですけど、そのスペシャルなパイプで、そういうのをわざわざ作らせて、村山さんこれ作るの大変だったでしょ。デプリの時本当に大変でしたね、皆さんに説明できるようにちょっとサイズを測ってみたいんですけども、よろしいでしょうか。いいですよ。どこまでです。ここのこの部分の太さ、このハンドルのこのね、首の部分ですね、はい、ここの太さと、それからこのままつながってここまで来る間の太さ、寸法がですね、ここの一番太い部分で
36ミリぐらいですね、約。それからこの細いところでは 29.58 なんですが、このチューブはものすごく硬いチューブを使ってるんで、実際作る時っていうのはものすごく大変な作業。どうやって作ったんですか？あのヘラ絞りっていう方法を使うんですけども、この太いところから回転パイプを回転させながら、あの金属の棒を当てて絞っていくんですけど、でこの長さまで絞り込むのはとっても大変なことで、太いところから細く絞っていくんですけども、でこれはかなり あの手間もかかるし、もうコスト的にも大変なもんだと思うんですけど、なぜこんなバカなことをあのもうストレートパイプので本当に要は足りるんじゃないかって思いながら、このメーカーのやることは何か意味があるんで、それをちょっとあの聞いてみたいんですけど、あのそのフレームっていうのはエンジンを外すと下の部分にパイプがないんですよね、うん、そういうのはあのダイヤモンドフレームって言うんですけど、エンジンを取り付けて初めてフレームの機能が成立するというもので、あのダウンチューブっていうんですけど、エンジンの下のところのパイプの部分、その部分のパイプの重量も軽くしたいというので、当時そのこの車体には使われていた形式ですね。でそこまで気を使うとパイプも同じ太さじゃなくて、必要なところ、丈夫なところは太くして、不必要なところは細くしたいということから、そういうあの特注パイプが生まれたわけです。向こうにあるライバルメーカーのオートバイなんかはダブルクレドール型っていって、こう下まで全部回り込んでいるフレームなんですよね、うん、でそれの方が剛性を確保するのも簡単だし、フレームもこんな凝ったパイプを作る必要もないし、うん、あえてこういう形にこう狙ってしたというよりは、ダイヤモンド型のフレームになってしまったっていう気がするんですよね、うん、この6気筒エンジンをマフラーとかオイルパンとかを収納するためにどうしてもフレームを通すスペースがなくなっちゃったというか、パイプを細くしているあたりっていうのは、まあ、我々乗り手としてはそのオートバイ、まあ、4輪も2輪もそうなんですけども、硬ければ硬い方がいいんではなしに、ある程度こう人間がつかみやすいこうしなり剛性って我々言うんですけども、車がうまくしなってくれるところが欲しいんですね。でそれをうまくあそこで表現したかったんじゃないかなっていうふうに。さあ続いて菅原さんがまた工具を手に取ります。今ペンチで両方から支えて抜きます。ガタンという音がしました。あ、長い棒が抜けました、今タイヤが外れました。でっかいドラム。そしてもう一度本体を持ち上げます。いいえ、ちょっと待って、パネル外すから。あ、タイヤの真ん中の部分を外すようですね。それブレーキです。それでそれはドラムブレーキと言います。今のオートバイも自動車もほとんどディスクブレーキが主力で、ドラムブレーキっていうのは中にシューが入っていて、で中のシューを外側の壁にぶつけることによってブレーキを効かせると。それでそのドラムブレーキはレース用の特殊なもので、前方から冷却空気を取り入れるように網があって、そこから空気が入ります。で、あ、今外れました。外れました。菅原さん、ちょっとブレーキシューを見せて差し上げてください、はい、でそのシューが、ドラムの内側の壁に触ると抵抗が生まれてブレーキが効くということです。でこれ注目すべきは、普通はこういうふうになってないんですけど、レーシングドラムブレーキではほぼ一番、高度なメカニズムで、左右両面にパネルがあって、シューが合計4枚あるんですね。それでシューを動かすカムが1つでも足りるんですけど、それ2つついてます。さあ分解作業は次に進んでいます。また新しい工具を手に取りました。その繊細なブレーキが外れた、なんかタイヤが外れると寂しいですね今度は上ですね、ハンドルに手をかけています。今ボルトをひねって外そうとしています。このステアリング操作ですね、右側のハンドルが外れます。自然にオートバイをバンクさせると、こう打が自然に入ったり、今取れました。ケーブルが2本つながっています。意識的にコントロールするというのは、それと一緒にハンドルが取れています。今外しているハンドルなんですけども、あのこれを持つことによっていかにこう軽くできている、このバイクが軽くできているかっていうことをね、あの垣間見ることができると思うんですよ。はい、ハンドルが抜けました。あ、
ベースと鉄。ここがチタンで、ここがチタンなんですか？ここが鉄。ここがチタンですか？これは磁石で一度、もし持ちでしたらつけてみたら。どうしてそんなものを持っているんですか？これ、その黒い部分に。あ、ここもつかない。つかない。あ、くっつかないでしょ。つきませんよね。こう磁石につかない部品があのバイクにはたくさんあります。全部チタンですか？全部チタンのはずです。あ、全部チタンなんだ。あの全然つかないですね。つかないですね。いや、ちょっと僕もさ、みたいですね。高級パーツですよね。いつも握ってますけど、こうやって改めて ちょっとかなりいいもんですね。これチタンでね、まあ、今はもうよくね、聞きますけども。そうですね。当時はどうだったんですかね。この65年、66年というか、その頃にはあの他のメーカーでもチタンっていうのはあまり使ってなかったと思うんですよね。かなりあの高価なものだったと思うんですね。でそういうものから、そういうものをたくさんこのバイクには至る所に使ってるんです。でそれであのこの112キロっていうあの全部のトータルウェイトに軽くできたと思うんですね。その辺はもうその時代に手に入るあらゆる金属を探して回ったっていうところを感じられますね。すごい作り込みですよね。大変ですよね。まあ、作るのにあんまりお金のことは考えてないですよね。いずれにしてもね、コストのことは度外視っていう感じですね。すげえ。ネジとかがものすごいですね。これアップで撮ってもらうと分かると思うんですけど、穴が肉抜きを極限までしてある感じ。ボルトの重量、ボルトの重量まで。さて、車体関係の分解は一応終了したようです。エンジンの分解に行く前に菅原さんには一息ついてもらいましょう。午前の部が終了しました。お疲れ様でした。ゴルフクラブピストで出てきましたね。そうですね。これはどんな 50cc ですね。そんなもんオイルラインが全部空気を入れたので、このねワイヤリングロックの穴を開けるじゃないですか。いただきます。食品の時もマイクロフォンが近くにないと落ち着かないとか実況しながら食べる。あの音は F1 と非常に似てたのは理由は何で似てるんですか。あれだって今の F1 って V 型10気筒ですよね。あの気筒数とか点火順序とかじゃなくて何か違う理由で似るんですか。あれ私は思うにはあのエンジンマグネシウムって内部損失が非常に大きいんですよ。あの要するにマグネシウムに音が入るとすぐ消えちゃうんですね。でアルミとか鉄は、チタンは内部損失がないんであの広がるんですよ。あのそうすると要はエンジンの中のもちろんバランス取れてるからメカニカルノイズも少ないんですけど、ああいうマグネシウムとかのおかげでこうエンジンのこう雑音みたいなのは少なく綺麗な排気音がこう聞こえるんじゃないかなっていう。走って横で聞くとあの4気筒も相当似た音しますよね。方向性は似てましたよね。でもやっぱりあの今回の録音で聞いたら随分違いましたけど、実際にあれこの前モテギで録音させていただいた音ですか。でも現場で聞きたかったな。そう本当にね。江野さん行かなかった。うん、行けなかった。うちの原稿書いてたの多分。あ午後に向けてあといろいろ教えておいてください最低限連載をされてるんです。イギリス北西部アイリッシュ海に浮かぶ島マントー。中世の面影を色濃く残すこの島は観光スポットとしても人気があるが、特にオートバイ好きにとってはたまらない場所となっている。ここはオートバイレースの原点の島なのである。1907年に始まった最も古いオートバイレースマントーツーリストトロフィー、通称マントー TT。 それは1周60キロのマウンテンコースと呼ばれる公道レース。道路の高低差は実に400メートル、200箇所のカーブを持つ屈指の難コースである。そのためマントーを制する者は世界を制すると言われ、この島で勝つことが世界中のオートバイメーカーの目標となった。
マントーはレースに情熱を注いだ日本のオートバイメーカーの原点でもあった。これは谷口選手が出場した個人戦の模様です。1959年、ついに日本もレースに参戦。カーブの多い173キロの難コースを各選手懸命の疾走です。日本のメーカーにとってマントーで勝つことが最初で最大の目標になったのだ。結局世界選手権を持つイタリアのプロビニ選手が1時間27分25秒の好記録で優勝、谷口選手は6位になりました。そして1966年、この道に6本のエキゾーストを持つマシンが姿を現した。 RC166 と名付けられたそのマシンは誰よりも早くこの道を駆け抜けた。24個のバルブを動かし、6本のピストンが上下運動を繰り返す。クランクの回転数は1万9000回転にも達し、その精密なエンジンが生み出す力は確実にタイヤへ伝わり、赤いタンクのマシンを風に変えた。マントーに暮らす人々の脳裏には今も鮮やかに焼き付いている。赤い風を6本のエキゾーストが奏でた絶えなるミュージックが。いよいよ精密時計と言われたエンジンの分解です。部品の一つ一つをお楽しみください。いよいよエンジンの分解が始まります。 T 字型の工具を使ってまずはあの上ですね。あ、それはプラグです。はい、あのクランプラグ、プラグっていうのはあの、はい、そこに火花が飛んで、ガソリンと空気が混じったものが燃焼するものです。多分それものすごく小さいプラグなはずなんですけれども、もしよければこちらに持ってきていただけると飛ぶようになります。小さ、あ、ちょっと今のと比べてみましょうか。今普通ポケットすごいそんなもの持ち上げます。大きいですね。もう毎日持って歩いてますってのは嘘ですが、これがあの B 型 B っていうサイズなんですね。それからこれが、D というサイズで、これが C というサイズで、一般の自動車なんかは多分 B だと思いますね。それとオートバイだと D、 さらにあのプラグのこの、燃焼室内に、置ける面積を小さくしたいときに C があります。でそれとこいつを比べてみますと、これ8ミリ、ここのネジのところが8ミリだそうですけれども、こんなに小さいんですね。ああ、火ですか。火はね、ここのね中心のところから周辺に向かって、普通のプラグっていうのは大きいのでやりましょうか。このここの間にプラグの火が飛ぶんですね。この頭とここの間に、でこのプラグは、さっきの上になってるところこの横に出てまして、これ側面電極ですね。それでこの真ん中からこの側面の突起に向かって火花が飛ぶようになっています。見えますか。RC166 じゃなくてもレース用だったらこういう形なんですか。あのいろんな目的によってプラグっていうのも実にいろんな種類がありまして、それを目的別に使います。だからサイズにしても小さいから偉いっていうわけでもなくて、小さいの作るのは大変ですけれども、小さい必要がなければ小さいの作る必要がないわけですね。大きくて良ければ大きくて性能のいいものをつければいい。この場合はどうしても後で本当にご覧になると分かりますけど、小さくないとどうにもなんない理由があるんです。お楽しみに。はい、分かりました。はい、
はい、皆さんこういうのご覧になる機会はあるんですか、ブログまで。いや、こういうものはめったに、めったにというか一般的にはないです。ブラグは好きです。まずブラグを試してください。ここで佐藤編集長にエンジンの基本を語ってもらいたいと思います。佐藤編集長、ブースの方へお願いいたします。ごく初歩的な、どのようにエンジンが動くのかということをご説明します。大前提としてフォーサイクルエンジンというのはクランクシャフトが2回転、角度でいうと1回転で360度ですから720度、で、1つの工程をなすと。まずピストンが一番上の上支点にあって、なおかつ2つのバルブが開いているところを出発点と仮定します。そこから、ピストンが下がり始める。そうするとこっち側がさっきキャブレターがあった側で、当然ここの圧力が下がりますから自動的に、ガソリンと空気が混合されたものが入っていきます。でさらにクランクは回り続けてどんどんで一番下まで行くと、これ以上ここの体積が大きくなりませんから一応吸い込むのをやめますが、慣性勢いっていうのがありますからまだ実は入り続けてます。これが吸入工程です。吸入工程が終わると今度ピストンが上に押し上げられます。そうすると吸入ポートのこっちの吸入バルブの吸気バルブの方が閉まります。閉まるとどん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 、ガソリンと空気の混合体が圧迫されていきます。そしてピストンが一番上に上がるのを上支点と言いますが、上支点の何度か前で着火するんですね。一番上に上がりきらないのになぜ着火するかというと、この回っている勢いがありますので、一番上に行った時に火をつけたんでは燃焼圧力が十分うまく使えないんですね。燃焼の圧力を最大限に生かす位置、そのためにちょっと直前で火をつける。そして火がつきますとガソリンが燃焼し始めて、この燃焼の圧力で、ピストンを押し下げ、このコネクティングロッド、通称コンロッドと言いますが、コンロッドを通してクランクが回る。でここまでですでに450度、1回転を超えてるんですね。この状態で1回転ですかね。火がついた直後で1回転。で、圧縮、燃焼。先ほどが吸入でしたから、これですでに3つの工程が終わっています。で、次に、今度は燃焼してしまいますとその燃えかすはもう必要ないんで、今度捨てる工程になります。これ排気工程と言います。でこれはもういらないものをどん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 捨てていく。でところがここで最終的に720度目、実はこれが吸入工程の一番最初のこの0度と同じものになるんですけど、両方ともバルブが開いてるんです。あの吸入するためのバルブといらない、廃棄物を捨てるためのバルブが一緒に開く瞬間がフォーサイクルエンジンにはあるんですね。まあ、あのこのようにして、フォーサイクルエンジンはクランクが2回転回って、1つの工程、つまり2回転に1回だけ点火して燃焼するということになります。では分解作業の方再開していただきましょう。エンジンがまた細かく分かれていきます。菅原さん次はどこですか。マグネットですね。あ、キャンディーの、はい、マグネットの蓋がついてたところですね。そうですね。ついにここが、はい、このマグネットっていうのは、先ほどから、オートバイ見てれば分かるようにバッテリー積んでないんですよ、このオートバイは。それで、そこのところで電気を起こして、自分で起こした電気を自分のエンジンの点火に使うんですね。それでそこにポイントっていうのが3つあるんですけど、ちょっとポイントがどこだか指さして教えてあげていただけますか。3つあります。はい、ポイント3つございます。はい、はい、でこの6気筒ですからポイントが3つあって、いつ火を飛ばすのかというのを決めてますね。延長コードですね。
ここでこのマグネトを作った方をご紹介しましょう。この部品は静岡県沼津にある会社で作られていました。その製作者の古舘康夫さんです。古舘さんは60年代のレース車のマグネトを作っていらっしゃいました。この部品ももちろん古舘さんの仕事です。そして今この RC166 を動態保存するためにマグネトを調整できるのは古舘さんだけなんです。拍手をお送りください。古舘さんだけなんですか、調整できるのが。ええ、ご覧のようにポイント式でございまして、現在の車ではもう使っておりません。ですから、まあ、現在はもう無接点ですから調整機能というのはもうありませんから。ですから、まあ、こういうポイントの調整の経験ない若い方ではちょっと簡単には できかねるというふうに思います。調整で一番苦労するのはどういうところなんですか。そうですね、やはり微妙なもんですから、調整が微妙なもんですから、それの感覚といいますか、それは勘でやるんですか。いや、それはですね、やり方ございまして、じゃあ実際にその何て言いますか、ポイントの調整をご覧いただきます。お願いします。お願いします。はい、ポッと入りました、はい、今ネジを止めます。2箇所マグネットを固定しました。この機械も使い込まれた感じがしますけど。そうです、随分これ以前からのものなんですか。その当時の自分の。そうなんですか。これやはり6気筒に引いて飛ばすと出力も普通のより大きめになってるんですか。ですね。あ、なんか赤と黒のプラグが出てきましたが、理科の実験で使うようなこれを挟んで下の円盤を回します。あ、電気がつきました。これはどういうことですか。ついてる時には導数がありますから、これがランプが消えるところですね、ここで発火すると。この調整をですね、ネジを緩めまして、はい、そのネジの調整はランプが消えるところにこれをしてあるんですか。そうです。ここにポイントがあります。今動いてます。今でこれがくっつくとここのランプがつきます。で離れるとランプが消えます。それで実はこの離れる瞬間にプラグから火が飛ぶようになってるんですね。ですけどこれ、クランクが120度クランクですよね。そうです。ですからこの3つに割って1周で360度ですから120度ずつに山があるんですが、これが必ずしも120度にぴったりついてるかどうかもわからないし、まずこの3つ一つ一つが山に対して正確かどうかを調整します。このポイント調整でもう性能が随分変わってしまう、変わってきますですね。これによってエンジンの点火時期が変わってきますから、それもう全然性能が、この 0. 何ミリのズレが角度でいうと何度もズレちゃうわけです、ね、そうですね、一度で、約1ミリぐらいですかね、の変化ですね。1ミリ、ですからこちらにこれのカムのところで見れば100分の2とかですね、うん、そうだよね、そうだね、そうだね、ですから100分の1とか2とかでここのところ調整しなくて、人間の手でやることは信じられないですね、この点火時期めちゃくちゃ大事ですもん ね、 エンジンの単体の設計がね、こう素晴らしく出来上がった上でさらにこの電気のタイミングでさらにそれが引き出されるっていう形ですもんね。うん、最近の若い人はちょっとこれできないんで来てくださいって言われた時はちょっと嬉しかったんじゃないですか。そうですね。さあでは分解作業の方再開していただきましょう。今度は上部分のネジを外していきます。吸気側のカムシャフトの上のカバーを外そうとしていますね。ネジいっぱいね。ネジの数だけでもものすごい。さあ T 字型の工具をくるくる回して。
そして続いて下側も12個ネジを外していきます。工芸品としては美しいけど、やっぱりレーシングマシンとしてはどうだろう、このネジの数はね、やっぱ当時大変だったね。大変ですよね。最後のナットを取りました。あ、外れますよ。まず上側のカムシャフトのカバーがそっくり上に取れました。緑色のカバーがついてますが、それも一緒に外します。そして続いて下側も同じようにカムシャフトのカバーを外します。ああいう風にタコメーターの取り出し、細かくネジとナットを外しました。重そうに見えますが、このカバーを今菅原さんが手に取って外します。カバーの目方は軽いんですけど、ちょっとあのガスケットがくっついてるんで簡単に外れないだけです。目方は軽いと思います。これでいよいよ吸気と排気のカムシャフトが見えるわけですね。カムシャフト、カムシャフト綺麗ですね。あのカムシャフトに盛り上がったところが見えますでしょ、はい、それが真下を向いてた時にバルブを押して、先ほど説明したフォーサイクルのバルブの開け閉めをしてるんです。あの2列ずつになっているところが上から押すところなんですか。そうです。さあ、そのさらに外枠のネジを外します。まず下側から。これが外れるとますますカムシャフトが見えてくるってことですね。はい、これでいよいよカムシャフトが外れます。佐藤さん、これはカムチェーンじゃなくてギア、はい、ギアこれカムギアトレインなんで、下からあのギアが上に向いてるギアでこれ駆動してるだけなんで、チェーンと違ってギアなもんですぐ真上に外れちゃうんですね。その意味では、ここに限って言うと整備性はいいということになりますが、さあ中心のネジが取れましたので、もう間もなくこの部品が出てきますよ。はい、気にしても光って綺麗。長いから取るの大変そう。さあ取れました。はい、一番美しい部品です。このカムシャフトは左右二分割式なので、今外すとそのようにバラバラになってしまいます。これ左右対称なんですか。対称じゃないですね。ちょっとこの辺あんまり映さないでください。秘密が隠れてるんで、ちょっと、さあ続いて上側も外します。きついね。結構きついですねっておっしゃってます。これやっぱりきついっていうのは精度がピチッと出てるっていうことですね、うん、そうです ね精度が出てないと緩いわけですから、はい、物事がスッと取れちゃうんですよね。あ、真ん中部分の歯車のところも取れました。今上にあった吸気側のカムシャフトも取れました。そこで見えてくるのは何ですか。この2つずつボタンがついてる、これが押す部分だそうです。はあ、それをタペットといったりバルブリフターといったりいろんな名前があるんですけど、その今光ってる丸いところをそのカムシャフトの山が押すと、バルブが下に押されて開くと。さあ今度はこの小さい穴に取り掛かります。このカバーを一気に外すんですか、菅原さん。ヘッドをこれから外します。それカバーじゃなくてシリンダーヘッドって言うんです。シリンダーヘッド、はい、これも部品なんですね。循環性能いいかもですね。ちゃんと右を2箇所やって左を2箇所やってって順番で回すものなんです、ね、あ、それもあるんですよ。あのどういうふうに緩めるかによって金属が歪んでしまったりするんで、緩め方締め方っていうのはメカニックの仕事で非常に重要な一つですね。だから大きな部品を締めたり緩めたりするときっていうのはちゃんと緩める順番っていうのがあるんです。で締めていくときも一箇所を端っこだけ一気に全力で締めるとしないで、ちょっとずつ全体を締めていくというのがあります。さあ残るは2つになりました。で今緩めるときの音がキキキッとかパチンとか、ほらほらしてるでしょ。これかなり強い力で締まってる証拠なんですよ。もうため息を一つつきました、菅原さん。なんかね、金属の塊なんですけど非常にこう繊細なものなんですね。そうだから、あの人付き合いと一緒ですよね。自分の言いたいことだけ言ってもダメで、相手の言うことも聞いてあげて、そうすると仲良くもしてくれようと、バランスよくっていう。そうそうそう、がついてます。外れました。ああ、外れた。外れましたよ。6つ口がついた上の部分が。
これが大変です。うわ、一気に外れましたね。木の枠が出てきました。はい、これが 1,2,3,4,5,6 って番号が書いてあって、同じものが同じ場所に戻るように部品を外すとその合板のところに入れていくんです。お菓子の型抜きみたいな、和菓子に使うよね。あの外した部品は同じ場所に戻す必要があるんですね、やっぱり。同じ形でもダメなんですか？はい、寸法が少しずつ違っていたり、あるいは最初は同じ寸法であってもそのエンジンのその軌道に馴染んだ動きをするとそこにうまくすり合わせがうまくいっちゃうと、せっかくうまくいったその仲間同士をその分け隔てをする必要がないというか、そういうことしない方がいいわけで、だ元あった非常によく馴染んだところに入れましょうと。じゃあこの木の箱もこのバイク専用のものなんですか？そうです。いつも分解するたびにこれに入れてるんですか？はい、結構年季が入ってますもん。入ってますよ、うん、やっぱり木がいいんですか？そうですね、木は優しいですからね。あ、金属同士が喧嘩しないような、なんか昭和な香りがしていいですね。大好きです。菅原さん、ちょっと見せてもらっていいですか？はい、年少室はちょっと見たいんですよ。いいですか？そう、いいですか？ちょっとご覧になりたい方は、ちょっとこう、いつも乗ってる時にですね、まあ、キャブレーとこう、まあ、スロットルを開けてですね、まあ、混合機が入っていくんですけど、どんな感じでこう入っていって、どういうふうにこうガソリンと空気が爆発してるか、いつもこう想像してね、走るようにしてるんですよ。いや、まあ、向こう側にシリンダーがあってピストンがあるじゃないですか。あの上でガソリンがどういうふうに燃えて、で例えばピストンのトップがこうなるべくちょっとこうきつね色プラス白ぐらいにこう焼けるような感じで、まあ、アクセルを開けれればいいなとかね、まあ、そういったことをこういつも考えながら走ってるつもりなんですよ。すごいやっぱりここが気になりますよね。佐藤さん、この真ん中の穴がプラグの。そうです、これがプラグの穴で、さっき説明したようにこれ以上大きいプラグをここに入れるのは不可能でしょ。だからあの小さいプラグを特注で作る意味がここにあるんですよね。それでこっち側が吸気バルブ、大きい方が吸気なんですね、ちっちゃい方が排気。爆発した方が気体というものはものすごい体積増えるんですけど、出るスピードが速いんで排気の方がちっちゃくていいんですね。吸気は自然に入ってくるもんでスピードが遅いんで、だからバルブが大きくないとダメ。だから量的には吸気より排気の方がはるかに大きな気体量を扱ってるんだけど、バルブは小さくていいということになってるんですね。よくできてますね、ここね、段付きで吹き抜け防止で、そう、今ガスも抜けなくて、そうなんですね、ここのところに段があるのが今おっしゃったことでね。ただのパッキンだけだったらガスが出そうになったら、出たければ出るかもしれない、でもここに棚があるから、こっち側にと、そうです、うまいことですね。市販車だったらまずこんなことしてないんですよね、フラット対フラットなんですね、これやっぱりレーシングカーならではの、もちろんもちろんそうです、するための、もちろんこれ市販車でやろうと思うとものすごいコストかかるんですね。こんな風になってたんですね。なんか牛想像つかなかったです。でもなんか本当に小さいですね。だって親指とこうだもんね。そうですね、タイミングが一瞬でもずれたらバルブバラバラってやつですね。すべてにおいて手間がかかるバイク。でここまで眺めちゃうとやっぱりこうバルブのとこが見たくなるなというのが人情なんだけど、このバルブっていうのはこれ、耳かきぐらいの軸だと思うんですけどね。これ外してもらえるんですか？どっか一個外しますよ。はい、はい、あ、お願いします。すごい、バルブはチタンなんですか？いや、バルブはチタンじゃないです。これはチタンじゃない。逆 T 字の足が出てきました。こちら、また不思議な T 字型の、今バラバラ、あ、ネジを開けますよ、はい、あ、オイルで黒く光ったネジが一つ出てきました。下部分と上部分に同じネジがあります。黒光りしてますね。あ、一緒に出てきました、蓋と。綺麗に光ってますよ、金色。これがバルブですか？これは先ほどのリフター入ってるリフターのホルダーなんですよ。これをこうガイドしてる。あ、はい、リフターホルダーって言います。じゃあさらにこの奥なんですね。あ、なんか不思議な金具が出てきました。
これは何だ。ではバルブを外す工具です、はい、専用の、はい、バルブを外す専用の工具を今止めて、さらにもう一つの棒で中と合わせてますね。回して大きなコイル状のもの、ぐるぐる巻きのものが出てきました。これがさらに後ろから、はい、バルブです。これがバルブ、はい、普通の釘みたいですけど本当ですよ。え、これがバルブですか。そうです。回して、はい、2つ目が出てきました。また釘回して、それをもとに、普通ですね、あの、はい、特殊な焼き入れ加工した、はい、どう見てもバネと釘とオルゴールって感じなんですけどはい、どうぞ。こっちが排気ですね。そうです、そうです。本当小さい。いや、このバルブは驚きですね。ねえ、バルブとは思えないですね。小さい。これであのパワーが生まれるんですね。これしかし、すり合わせするの嫌になりますね。いやいや、嫌になりますね。まさしく、その通りです。すごい、日本人らしさが出てますよね。お、日本人っぽいですか、グッと。なんか、緻密で、豆で。あ、まあ、その精密時計って言われるね、ところあたりもそうですし。でも、ちっちゃいから偉いとか、大きいから偉いじゃなくて、あの、必要に応じてなんですけど、ここまでちっちゃくて、やっぱり世界チャンピオンになれば偉いですよね。もう、なんと偉いんだろうっていう。いや、すごいな。組み、だけでは残せる。この、このバルブリフターの厚みで調整するんですか。そうです。ここの高さを、すり合わせて、調整、すり合わせて100分の 1ずつ、なるほど、すり合わせて、はい、このすり合わせは砥石ですか。どんなものですり合わせるんですか。あ、ここですか。はい、砥石ですね。砥石ですか。はい、私、職人技ですね。これが1分間に1万8000回だと9000回開いたり閉まったりするわけですよね。忙しい。それが6つ同時に起きてるんですからね。すごいことになってますね、エンジンとかね。働き者がいっぱい。1秒に150回動く。佐藤さん、オートバイが動いてる時って中はどういう動きになってるんですか。中は、はい、これが6等の、クランクが回っているところですけれども、ちゃんと順番があるんですね。これ今ゆっくり回ってますけれども、で6気筒が一つずつ火がつき始めましたね。これあの1,5,3,6,2,4番の順で、オートバイの場合はまたがって左から1番、今火が、今これが1番、で今ついた2番っていうふうにやって、これ1,5,3,6,2,4番っていうふうに、の順番で、燃焼しています。これエンジンの中で本当に大変なことになってるんですね。これ機械だからいいけど、人間だったらどちらかっちゃって、どうしようですね。もうくたびれちゃいますよ。だいたい6人揃わないでしょ。それでこれ120度クランクなんで、これ1個にしてみました。1個、こういうふうにほらポーンと火ついて、でさっき言った吸入、圧縮燃焼排気というのを、この状態で起こってるわけですね。クラッチ、それで、1,5,3,6,2,4、左から数えてその順番で1個ずつ爆発すると、こういう状態にマフラーも1つずつ爆発しますね。で6気筒ゆえにそういう構造になって、昔はあの、1気筒ずつで純粋に性能を追求して、それが6つ重ねる、あるいは4気筒だったら4つ、6気筒なら6つっていう風な設計だったんですけどね。ですからこういう風になります。ちょっと順番、今言われた佐藤さんが言われた、これがこういう風に実際に、はい、ほら、そう、それ見ると頭が出てきて、はい、うん、面白い。なんかからくり時計の中みたいです。モグラ叩きみたい。間に合わないよね、回ったら。ちゃんと順番にちょっとずつ出ますね。ものすごい勢いに歯車も回って今回してるのクランクでしょ。クランクシャフトを回して、はい、そうすると全てのものが連動して動いてるのがその状態でとってもよくわかりますよね。いや、なんかもうちょっと機械と思えないぐらいこう滑らかな動きですね。
すごいフリクションロス少ないんだな。これはこういう互い違いじゃないといけないんですか。人にも2つだし、ね、いけません。あの例えば6個全部同じ動きにしていっぺんに爆発燃焼させるとするとものすごい振動が出ます。ですから互い違いに、しかも120度ずつ交互に配置することで滑らかな回転を目指しているわけですね。ちゃんと順番もタイミングも計算されてるんですね。今のお話に関連してこのスーパーガレージに素晴らしいお客様をお招きしております。1960年代さまざまなレーシングマシンの開発リーダーだった新村君雄さんです。その当時そのエンジンのライフ、いわゆるその何レースぐらい使えるものだったんですか。はい、大体ねあの頃ですとね、あの2レースですね。2レースでも変えるということに決めていたわけですよ。全部変えませんよ。あのクランクとね、クランクとピストンですね、あのピストリングつけて、はい、これは変えます。もうそれはもうじゃあ現地でもう分解、オーバーホール全部あの現地でオーバーホールして組んで、じゃあ実際にもうライダーに走ってもらって、まあ、評価をしてもらうっていうような形だった。やんなことしませんよ、間違いなく出ますから。なるほど。これはねかっこいいな、もう絶対の自信いやかっこいいな、それは本当なんですあのどういうことかって言いますとね、あのね、あのスロットルをこういうふうに持つんですよ。いいですか。こう持ったらダメですからね、ピョッてやるんですよ。その時でペッペッてきますね。だってこの感じで分かりますから、ピョッて分かるんですか。こういうふうに持つんですよ、スロットルはこうあるでしょ、こうこういうふうに持ったらなんですよ、こう持ったら感が分からないですからね、こういうふうに持つんです、先っぽ。じゃあ指3本 で、 あ、そうですよ、その調子が分かるんですか。はい、これでピュッピュッと回してみるんですよ。でその感じのその吹き具合でね、大体分かりますしね。まあ、あとはライダーが一発ピッと走る、レースの公開練習でやりますけどね、まあ間違いありません。じゃあもう開発して出来上がった時は、ああもうこれ優勝できるんだと。そりゃそうですよ。ああこれはね、車は軽いし走りますからね。すみません、お話はつきませんけれどもありがとうございました。新村さん、ありがとうございました。それでは RC166 のエンジンの分解続けてください。続いての作業はどこでしょうか。反対側ですね。反対側の歯車と針金が見えているところですが、重要保安部品というか非常に走行に重要なところに関しては全てワイヤロックするんですね。これはあの先ほどの車体なんかでもねしてましたよね。また新たにワイヤーつけて補強して、そうです、手のかかるこれはレースバイクってもう手がかかるんですよね。ワイヤーロックの寄り方で慣れたメカニックと慣れてないメカニックが分かりますよ。サンデーレースとかだと情けない締め方。また不思議な工具を手に取って、二股に分かれた枝切りバサミみたいなのが出てきました。それで歯車が飛べました。それドライブスプロケットって言います。ドライブスロケット、ドライブスプロケットなんとかロケット。それであの後輪の方にくっついてるのがドリブンスプロケットっていう。歯車が取れました。ロケットはもう終わりですか。終わりです。ロケットじゃない。ロケットじゃない。新しいところです。ロケットはもう飛びました、ね、はい、また新しいカバーが外れます。しっかり止めてありますね、ここも。これは何ですか、菅原さん。これはチェンジのカバーですね。トランスミッションですか。そうです、同じの系の人だですよね。また一つカバーが、これギアチェンジのメカニズムがちょうど見えますね。見えてきたのは何ですか。チェンジですね。これは7速なんですけども、ギアを1速から7速までこう足でチェンジを変える、そこの機構ですね。このバイクは当時のライダーの好みで右チェンジ、左チェンジどちらでもできるようになってますよね。どちらにでもシャフトがつくんですよ。で工具箱からまた新しい番号を出します。
今外そうとしているのは何ですか？オイルポンプの時給計のホルダーですね。あ、今までになく大きいネジです。赤茶色の銅色のネジが下からどんどん浮き上がってきました。はい、大きなネジが一つ外れました。じゃあ裏返し、またここで向きを変えます。あ、ひっくり返しました。初めてこの下側が見えました。下もなんか波々になってます。そうね、こうやる、はい、下に台を敷いて、もうちょっと上げて、今度は下側の作業をするんですね。だからオイルパンを外します。大きく見えるのはオイルが入ってたパンですか？はい、オイル缶に取り掛かりました。なんか船みたいですねこれ。船ひっくり返したみたいな。佐藤さん、このトランスミッションに何か秘密というか特徴というか何かあるんですか？あのトランスミッションに特徴というより、今あのオイルパンを外してますけれども、オイルパンを非常にあの低い位置に配置して、クランクシャフトとかミッションとかとのオイルの接触というのをほとんど避けているように僕には見えますね。オイルをどっぷりそのミッションとかクランクが触っていれば、それは潤滑性能としてはいいかもしれませんけど、あの回転抵抗になりますから、これは一切そういうのを避けて、オイルパンを低い位置、しかも中央の位置で、多分外すと中にオイルパンの中でオイルが動かないような工夫があると思うんですけれども、これ村山さん、中に仕切り板とかあるんですよね？そうですね、これ作るときにはやはりね、この中の仕切りを解明するためにレントゲンを撮りました。レントゲン撮ったんですか？非常に複雑なこうあのバッフルっていうんですけど、あのその中のこれ砂型っていう鋳物で抜くんですけど、中の砂をどうやって抜き取ったのみたいな、その鋳造するその技術者がもう頭ひねってましたね。どうやってやるのか結構複雑です、これも。はい、全て外されました。上を取り付けた、あ、今オイル缶が取れます。オイルパン、オイルタンク、違う、オイルパン、パン、オイルパン、パン、フライパンみたいな。そう、フライパン、やっぱり上から見れる部分は限られてて、ああそうか、だからレントゲンがいいですね。ああ、もうこれはあれですね、ああ低い位置どころか、もうこれはあの別の位置についてるけど、考え方によってはドライサンプみたいなもんですね、これ、ドライサンプって何ですか？ドライサンプっていうのは全く別のところにオイルタンクを置いて、でそこで使うオイルは、あ、使うというかそこからオイルがエンジンに流れて、エンジンからまたオイルタンクに行って、でなんでドライっていうかというと、クランクケースの中が、まあ、乾いちゃいないんだけど、ウェットサンプほどいっぱい入ってないからドライサンプっていうんですね。でこれ位置的にはウェットサンプの位置にあるんですけど、切り離して全く別にしているという点では、構造的にはあのドライサンプですね、これほとんど。こういう構造の方が壊れにくいとか、いや壊れにくいというより、このレーシングエンジンを作るときはこれが最良だったんだと思います。逆ですね。今きれいにオイルを拭き取りました。今度何を外すんですか？ケースを開ける準備ですね。はい、ミッションが見えてきます。そのうちに、ミッションが見えてくるそうです。虫除けみたいな網の横のネジを開けます。オイルストレーナーでしょそれは。油をきれいにするものですね。そうです、そうです。透明と黒のオイルが横についてますね。マニュアルも見ないで垂らされてそれが、そうでしょう。奥にもまだいっぱい部品が詰まってます。ストレーナーを止めてある金具の2つ目が外れました。オイルストレーナーが取れます。さらにその台座になってる部分のネジを今度は外します。なんか女子でいいから出してもらいたいな。なんか帰ったら持たせてもらってみようかな。楽しいですよ、やめた方がいい。ちょっとやりますよ。またね、自分でばらしたエンジンを自分で組んで、初めてエンジンがかかった時の感動っていうのは、僕は18の時に組んだエンジンの最初のかかった瞬間を今でも忘れない、はっきり覚えてますよね。工具もね、
相当やろうと思ったらね。ものすごく同じ形で同じ大きさでちょっとずつ違うのがいっぱいあります。菅原さんどれぐらいあるんですか、工具の数は。いや数えたことないねでもちゃんと大きさ順に並んでますもんね。お医者さんの道具みたいな、うん、ドクターっぽいね。僕らが使ったらいちいち合わせて、あこれ合ってないってまた点出してね、やっていきたいですけどね。もう見ただけでよっとこうね合わせられるってすごいですね。今オイルストレーナーの台座の下のカバーを止めてあるネジを外してますね。斜めに回転させました。今度は右横のネジを外します。次のぞきってしまったのかって、ね、この辺になるとだんだん時計の中を見てるみたいな感じがしてきました。楽しそうですね。本当に時計の中みたいですね、うん、この部分なんか本当に時計の中みたいです ね、うわ細かい細かい、ちっちゃい、うわ小さい輪っかを外しました。あ道具ごと置いておくんですか。道具じゃないですよ、あれは部品ですよ。あの釘も、ええ、釘じゃないですけどね部品2つ一緒に置きました。いけるかな。それは大丈夫。2人で確認してます。まだ、オイルパンかぶせて、オイルパンかぶせてって言いました。まだまだ多分ミッション取んないとバレないじゃないですか。せっかく外したのにまたかぶせるんですか。そうですね、ちょっとバラしやすいようにちょっとしておこして、あかぶせてもう一度ひっくり返します。起こして、これから外すものは何ですか。でケースを開けます。ケースを開ける、いよいよ。ああ、大きく分かれました。上と下にギアがぎっしりです。うわたくさんの歯車が見えるようになります。すごいなあ。この流れてくるオイルも綺麗な色。外れました。巡り巡って今の MotoGP マシンみたいですよね。同じような大きさの上と下に分かれました。こんなになってんだ、すごいな、美しいな2つに分かれましたが何と何ですか。ここが先ほど言われたミッション7速で、こちらがクランクシャフトですね。先ほどピストンがついて上下一つ、だからこれがこう回って動くわけです。はあ、いやちょっと見たいですねこれね。どうぞ、じゃあ見てもらって。ちょっと見ていいですか。はい、おお綺麗だな。すごいですねこれ。ツヤツヤ。ねえ。いやあ、すごい。こんなに小さいところにこんなにびっしり。これ触ってみたいですね。え？触ったら言われてますよ。勘弁してください。あれ？だから僕が触るとかみんなダメって言うの。そんなことないですけども。そういうとこ僕が触りたくないんですよ。鉄にいろんな素材があるの知ってます。あれ？これ本って下？そうです、下です。これも同じ。これが同じ。本当ですか？これ本当ですよ。その硬い鉄と柔らかい鉄っていうのがいろいろあるんですよ。なかなか詳しい。すみません。いやいや綺麗。これ全部鉄に見えるけどじゃあ違うんですか。違う鉄とかですか。これ厚みで作んじゃたまんないですよ。肉が目視でこう細くなっていくのが分かりますねこれ。そうですね。うん、22ぐらいから19ぐらいまで。ああ。これ
から1,2,3,4,5,6,7 軸受け。素晴らしい。じゃあ分解作業をまた進めていきます。次は何ですか？クランクを抜きましょう。クランクを抜く。返しちゃったっていう。さっき外した方の薄い板が張り付いてる方のものですね。きついがね。また本だけ変なネジを外していきます。真ん中の足この突き出てる棒の色が違うのが不思議なんですが、佐藤さん、はい、素材が違うんですか？この棒の色が違うのは太さと色とどうなんでしょうね。それあの素材は上と下で違うんですか？スタッドボルトは。いや同じですよ。あ同じなんですか、なんか表面処理が違うように見えますか？表面処理が違うだけです。あなるほど。じゃあ同じ棒が刺さってると思っていいんですか？長さと太さは違いますけどね。平べったい板が張り付いているものの中の歯車の方を今作業してます。ネジを外していきますね。この後出てくるのがクランク、はい、油の匂いが強くなってきた。さあ全部外れました。最後の確認。 OK ですね。OK が出ました。そしてマイナスドライバーを中に入れてクランクを上に上げますね。右部分がちょっと上に上がりました。そして左部分もマイナスドライバーを引っ掛けてちょっとだけ上に上げます。5ミリほど上がりました。両人差し指を入れてまっすぐ上に上げます。これはあのアッパークランクケースとシリンダーが一体になっているんですね。ですからこれ抜きシリンダーだけ外してピストンを取るってことができないんで、クランク抜くと全部いっぺんに出てきちゃいますから相当圧巻だと思いますよ僕は。これはだから力もいる上にすごく慎重にやってらっしゃると思いますね。あ出てきた。あ出てきました出てきました。ちょっとずつ引っかかっていたクランクが今もうほとんど上に上がっています。下になんかブラブラぶら下がってますけど。ピストンピストンピストンです。おーすごいすごいみたいな出ました。見事上に出ました。さっきの CG と一緒だ。さあそして上に乗せられます。これ外すのがこれだけ大変でしょう。はめるのもものすごく大変ですよこれ。大変です。入れるのは、はい、半日ぐらいかかる時もあります。あそうですよね。これ一つ入れるのに半日ですか？いやというか6個いっぺんに入れなきゃなんないから大変なの。このクランクはね本当にあの結構あの複雑なクランクで組み立てクランクっていう方法を使ってるんですけども、あの中心に寄っていくほどあのピンの径が太くなって、で外に行くほど細くなって、この組み立てる時にね圧入っていう方法で入れるんですけども、一つずつこう部品を、こう入れていくんです。それ機械専用というか機械で、でもちょっとなんか見てみたいですね、うん、あのクランクはバラすとねまたちょっと再現不可能になっちゃうんで申し訳ないですけどちょっとバラせませんね。あの同じものでですね、あの圧入する前の部品は一応持ってきてあるんで、うん、そちらを見ていただきますかね、うん、こちらと一緒に見ると分かるかも。この例えばこの部分はこうですね。これですね。この部分は。この部分はここですね。圧入される部分がその銅色の部分ですね。はい、そうです、ね。これでもやっぱクランク菅さんまずちっちゃいですよね。そうですね。クランクウェイトね。あの。辻さん、とかバイクほら普通エンジン吹かすとねブーンってなりますよね。エンジンっていうのはこのレーシングバイクならないですからね。開けたら開けた分だけブッと上がって閉めたら閉めた分だけ戻るんですよ。ブッと、その慣性モーメントっていうのがもう極力減らしてるんですね。
もちろんその最大限というか出力を出すためのバランス取りはしてると思うんですけど、まあ、こうやって改めて見るとちっちゃいのって普通すごい大きいのがねゴロ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 勝手に回ってるんですよある程度惰性でこの穴なんてどうやって開けるのか、いや不思議ですよね。かりですか？いや裏側見てもこうドリルの入った穴はないんですよ。ないですね。どうやって開けるのみたいな、そうですねこれ、そうですね、どうやって、これがなんでこうなるのか。これはね、あの穴を最初に開けてから、言ってしまえば簡単なことなんですけど、最初に開けてからそれから別の金属を溶接して盛るんです。それをまた加工するっていう、だから言ってしまえばね、クランクの寿命ってどこで寿命になるんですか？あの一番ひどいのはやっぱりこのコンロットの大胆のベアリングが最初に行くのと、あとこのそれによってそのサイドのスラストのワッシャーとかが摩耗してガタガタになるんですけど、さあでは分解も次に進んでいきます。もう間もなく終わりが近そうですね。歯車もたくさん前に出てきました。いきなりなんかまた工具箱を開けて新しい工具を出します。ペンチを2つ、言ってましたね、1つですね、小さいペンチを1つ出しました。先ほどの部品をさらに分解しますよ。小さい針金を1つ外しました。右と左1つずつあります。細いワイヤーを1つずつ外したところです。一つ外れました、はい、今外したのがピストンピンというので、ピストンピン抜くとピストンが取れます。それでピストンピンが抜けないように、さっき小さなリングって言ってたのがサークリップ、あもうどんどん外します。ピストンリングが目にも止まらぬ早技で外れてしまいました。そんなに早く外しません普通は。あすごいすごい、あっという間でした。すみません、ちょっとゆっくりめにやってできない。まずそれサークリップって言います。でこれがこれじゃないですか、そのはい小さなリングですね。それを外すと今度ピストンピンというものが押すと抜けます。これフローティングといって固定されていません。スルリと抜けます、はい、そうするともうピストンが取れちゃいます。で今度ピストンリングを外すんですが、これあの2本リングって普通あの実用車なんかはみんな3本リングですけど、レース用でも3本リングありますが、これリングが2本しか入っていないですね。これも抵抗を減らすためだと思われます。はい、あっという間です。ゆっくりやっていただいても非常にスピーディーですね、はい、あのこのリングの数さえもその圧力を減らすための工夫なんですか？いや圧力じゃなくて、圧力は保ちたいんですけど抵抗を減らしたいということですね。あのピストンとシリンダーっていうのはあの一定 の, そのクリアランスって隙間があるんですけど、隙間がないと動けないから、でもその隙間からガスが漏れるとまずいんでそのリングで張力があるんですけど、表の壁にぶつかってそれで圧力を保っているという構造なんですね。はい、以上で終わります。ピストンですけども、あの同じものを今日は持ってきたんで、こちら見ていただければいいかと思います。新品ってことですか？そうです。触りたいですかね？はい、触りたいですね。はいはい、はいなんか落とさないでくださいね。はい、絶対に落としません。もう表面全部削り出し加工ですよね。この穴って何ですか？これオイル通る穴ですよ。それからこれ裏から見ると分かるんですけど、これ鋳造ピストンですよね。鍛造だとこう叩いた跡があるんだけど、これは鋳物の型の跡でしょう。重さが削る分には丈夫だけで言うと鍛造のが丈夫ですけど、単純に丈夫ならいないってもんでもないですね。はい、ありがとうございます。
うわ、美しいですね。こんなちっちゃいピストンが、うん、感動的。思ったより軽いですか？軽いですね。うわ、軽い。どのくらい？すごいこれ。へえ。結構見た感じ重そうね。ねえ。うん、これ本当にアートですねこれね。ねえ。いやこれ軽いですよ。あ、本当だ。めっちゃ軽い。細かい。はい。これが何往復してるんでしたっけ ?1 万8000回転ぐらいあると。ものすごい回転往復してるんですよね。1万8000回転なら1万8000往復ですよね。すごいですね。それが6個だと大変なことになりますね。お仕事ですね。行われてる。お仕事です。働き者ですね。働き者です。あ、じゃあ好きな方でも見ることはあまりない、ね。いやいや、あれあれはあれは絶対あれ見る人はいないですよ。ほとんど小さいから。これ量産してお土産品としてなんか売り出したらへー。皆様本当にお疲れ様でした。これで RC166 の分解の終了です。さてここで最後のゲストをご紹介しましょう。皆さんが今まで立ち会ってきたこの RC166 のエンジンを設計したご本人、宮越真一さんです。時計のような精密さと絶賛されたエンジンを設計担当した当時、なんと宮越さんは25歳の若さでした。どうですか、ご覧になっていて、ご自分が設計したマシンが今バラバラになりましたけど。はい、全国から感じてましたけど、まあ、懐かしい友人に久しぶりに出会えたっていうところでしょうか。ただちょっとルクスが何やら人間ドックに入っているような感じがしますね。でも25歳で任されたっていうことなんですけど、どうだったんですか。まあその辺は指示をされた新村さんに聞かざるを得ませんが、はい、私自身の考えとしましては、とにかく、まあ、晴れがましい気はもちろんしたことを覚えておりますけれど、それ以上にこれは大変なことになったなという方が強かったように思ってます。その大変な思いをさせた志村さんにも聞いてみたいですね。これなぜそんなに若い方を示したんですか。こいつはね、非常に出来良かったですね。それでね、F1 のレースの設計やるときにこれ一緒にやったんですよ。それで非常に出来が良くて、じゃあこいつにやらせようかっていうんで始めたんですね。あんまり年齢関係ないですよ。それだけのセンスとね、力持ってる方だけじゃないですか。このエンジンを構想段階から開発完成っていうところまで一体どのくらいの時間で完成されたんですか。計画図というのは私ども最初に引くわけです。それは部品図を作るための元になる図面ですけれども、スタートして記憶では27日、今でも覚えてますけど確か12月の歳末を迎えた頃だと思いますけど、ね、その後数人のメンバーで部品図に作りまして、モンちゃんが9月ですから約開発に研究開発に8ヶ月でまあ、レース実戦出たということなんでしょうか。もう本当にね、小さな車体にもうぎっしり詰まっている、非常にコンパクトに作られてるんですけども、もうコンパクトにその作るその苦労っていうのはやっぱり相当あったんでしょうかね。おっしゃる通りですね。まあ、ロードレーサーですから全面面積というのは相当大きいパラメーターになるわけでありまして、幅を全モデルより広げるわけにいかないわけです。つまり4気筒の幅に6気筒を収めなければ、まあ、何のためにやってるかということになるわけです、結果は冷却性能の問題は後で引き起こすことになりますけれど、そのバランスが一番難しいことではなかったかなというふうに思っています。まあ一言言ってしまうと
で、それじゃあ分かりました、4気筒の幅に収めてみますというのがこの6気筒の幅なんですね。なぜ2サイクルじゃなくて6気筒で挑戦しようとしたのかっていうところを、あのレーサーとしてみると、あのやっぱり合理的に勝てる簡単なマシンっていうのが一番優れたマシンっていうのが、こうずっと歴史上その勝者のマシンっていうのは大体そういうものだったんですけども、その辺でなぜ6気筒を選択されたのかなっていうところがちょっと疑問だったんですけども、まあいいご質問だと思うんですけど、お答えするのは少し難しいんですが、一つはやっぱり4ストローク4サイクルでスタートしたという意味は、基本的に設計思想ですね。で、一番大きい理由はやはり当時のことですから信頼性の問題だと思ってます。それでまあ、あの4サイクルを選んだということでしょうね。それとやはり結果走る実験室という建前で、進めていたわけですから、当時としては商品にフィードバックかけたいという意思が強かったと思います。そういう意味ではマジョリティは4サイクルですから、その選んだ成果がフィードバックかけられたということになりますね。もう一つのお尋ねは、なぜ6気筒かということであると思いますが、まあ、あのご存知のようにやはりレースですから、ライバルがしっかりしてるわけですね。どうしても勝たなきゃいけないということで切磋琢磨をお互いにするわけですけれど、これはエンジンの回転数で、決まってきます。回転数を上げた方が最高出力高いというのは、まあ、理論的な背景でありますが、しかしそのために弊害になるのがピストンスピードですね。回転数を上げたいんだけれど、その限界をピストンスピードで、決められるという波があります。つまり、ピストンストロークを短くすることによってその分回転数を上げられますね。その大体比例的な形で最高出力も高まるということになります。簡単に申し上げますと、マルチシリンダーの方がピストンストロークは小さくてすまんですね。お話は尽きないようですが、立ち会いの皆様、ガレージの方にお越しください。 RC166 の部品のすべてをじっくりお楽しみください。軽くていいですか？あれ、プラグの発電機の車体ですね。はい、そうですね。車の開発のカムシャフトちっちゃいです。これですかね。そうですね。手作り感さっぱりですからね。本当すごいちゃんと作ってあると思うと、こういうね。あ、キャップね。そんな感じ気に入った。それも軽量。高くなりますね。やりたいです。同居してるのも2つ持って帰って10年前とは思えない。いやー、そうですね。いかがでしたか？ RC166 の分解は、これがオートバイの世界遺産といえるマシンを構成している部品たちです。その数およそ3000点。この小さなネジやボルトの一つ一つに、世界を目指した人々の夢や意地、知恵や情熱がたっぷりと込められていることをお分かりいただけたと思います。この部品どうするかって、もちろんまた菅原さんに組み立ててもらえます。それじゃあ、私はこの辺りで。